はいどうも、北海道小樽市在住、大久保克也41歳です。よろしくお願いします。毎日夜9時にいろいろな紹介動画上げてますんで、よろしければチャンネル登録、よろしくお願いします。はい、ということで今回皆さんにご紹介したい漫画、こちらの作品になっております。朝ドラということで、浦沢直樹先生が11年ぶりにビッグコミックオリジナルで連載を開始した作品になってます。僕は浦沢直樹先生の作品がどれも大好きで、出会いはっていうと、幼馴染のね、エアガン好きのね、この家にあったパイナップルアーミーが最初の出会いなんですけど、その後にね、ヤバラがあって、まあアニメで見てたっていう、そしてマスター・キートンは中学生の時に、こうよく行ってた喫茶店にね、あったんで読んでいましたね。で、その後からは自分で買って読んでるんですけど、まあ次で言えばモンスターでベルリンの壁崩壊前後のドイツを描いていて、ナチスの実験で生まれてしまった怪物とのお話みたいなね、めちゃくちゃ面白かったですね。で次が20世紀少年で、まあ実写映画化もされててね、ものすごいメジャーな作品だし、本当に面白い作品なんですけど、僕漫画で言うともう何千冊何万っていうレベルで読んでると思う。一番びっくりしたのはこの20世紀少年で、こう単行本読んでて、あの紙が落ちるとこ、これ分かる人にしか分かんないと思うんですけど、ぜひですね、分かんない人は、この20世紀少年1巻からぜひ読んでいただきたいなっていうね、本当にびっくりするんで、あれがですね、今までね、いろんな仕掛けがあるような漫画もあったけど、やっぱ一番衝撃を受けたのはやっぱあそこだったなと思います。そしてね、プルートゥーっていうね、手塚治虫先生のね、鉄腕アトムの中に出てくるお話をこう抜粋してね、物語にしたっていう本もありますし、それもめちゃくちゃ面白いですね。まあそして一番最近で言うとビリーバットですか。まあこれはね、結構賛否がある作品ではあるんですけど、僕は都市伝説とか陰謀論とかっていうのが大好きなんで、そういう予備知識があると、あのビリーバットっていう漫画の面白さが全然変わると思います。ただですね、そういうような都市伝説的な予備知識がなくて、あれを読むと結構ハテナマークどころかピンとこない方も多いんじゃないのかななんて思いますね。という中でね、結果浦沢先生の作品全部集めちゃったんですけど、まあ久々の連載ということで、僕もすごい楽しみにしたんですよ。ただタイトルが朝ドラっていうね、僕朝ドラ1回もまともに見たことないんですよ。この朝ドラという作品なんですけど、正直僕最初全然ピンとこなかったんですよ。ただですね、浦沢先生を信じてる僕は絶対この先面白くなると思ってこう買い続けてったわけなんですけど、やっぱり浦沢先生ということですね。2巻の後半ぐらいから僕はもうどっぷりハマっちゃって、めちゃくちゃおもろいなこれって思うようになったような作品になっています。ということで、この朝ドラという漫画の1巻の部分だけね、ちょっとご紹介していこうと思います。まず物語は2020年の東京から始まります。その描かれてる東京には何か大きな生き物っぽいのが暴れてて、東京の街中が火の海になっていて、東京オリンピックはどうなるんだ、新国立競技場はどうなるんだみたいなニュースのセリフがこう出てるんですね。その後ろに文字で、この物語は戦後から現代にかけて華麗にたくましく生きた名もなき女性の一代記であるって書いてあるんですね。そして時代は遡って1959年に戻ります。台風が接近中の名古屋が舞台なんですけど、そこで主人公である少女朝が母親が出産しそうだということで産婦人科に知らせに行ってるんですね。ただ台風が近づいているために雨が降ってきて、病院の先生からカッパを渡されるんですね。そのカッパを着て家に戻ろうとするんですけど、病院の名前が後ろに書いていたためにこう間違えられて誘拐されてしまうんですね。けど誘拐されてもですね、自分は病院の娘じゃないっていうこともちゃんと犯人に伝えて、なんだかんだでそのね、誘拐した犯人と仲良くなるんですね。ただその時に台風が近づいてきたことによって隠れていた倉庫が壊れてしまうんですね。で、これはただごとじゃない、とんでもない台風だということで、その朝と犯人はですね、まあ倉庫の中だったんで、その中にあったね、コンテナの中に隠れて、その台風から逃れるわけなんですね。そしてコンテナで一夜を過ごして外に出てみるんですけど、あたりは水浸しで水没されていて、自分たちも流されてどこにいるかもわからないような状況になってるんですね。ただそんな中でも主人公の朝は明るく元気ないい子なんでね、こう前向きに生きようとするわけなんですね。これなんかね、その朝ドラっぽいドラマのお話になっていくのかなと思うけど、最後にはよくわからない怪獣っぽい足跡が出てきたりだとか、まあその怪獣の謎もですね、徐々にでは明かされてはいってるんですけど、まだね、全貌は見えてこないということで、ね、そういったところもね、ものすごい楽しみな作品になってます。ということで今回朝ドラという漫画のご紹介させていただきました。本当に皆さんの貴重なお時間で最後までお付き合いいただきありがとうございました。